グラスティリー公爵及びグラス伯爵、フランソワ・ジョゼフ・ポールはフランスの公爵にして伯爵、フランス海軍の提督であるチェサ・ピークワンの海戦の勝利によりアメリカ独立に決定的な役割を果たしたがセインツの海戦の敗北によりフランスの完全な勝利を勝ち取ることはできなかった。グラスは現在のアルプマリティ・ムケンル・バール・シュルルーで生まれた。11歳の時、 団長の給仕として、マルタ騎士団に入った。1734年、西洋羽根騎士団のガレー戦で勝利となり、1740年にフランス海軍に入った。1776年、アメリカ独立戦争がイギリスとの間に始まると、フランス海軍はアメリカ側を応援することになった。一戦隊の指揮官となっていたドグラスは、 ドルビリューハクルイジローのもとで1778年7月23日から27日の第一次ウェサン島の海戦に参加した。1779年、カリブ海でデスタン白爵の艦隊に合流し、1780年のドミニカとセントルシア、及び1781年のトバゴ島の海戦で、頭角を表した。ドグラスは、クレナダの占領に貢献し、 クシシェン白尺とイギリス海軍のロドニー弾尺との間で争われたマルティニーク諸島の3度の戦いに参加した。ドグラスはジョージ・ワシントン将軍とロシャンボー将軍を応援するため3000名の将兵を乗せてセントドミニクトを出港した。ドグラスは援軍をバージニアに下ろした後、1781年9月にイギリス艦隊とチェサピーク湾の海戦を行い、 イギリス艦隊を撤退させた。その後、ヨークタウンに至る海域を封鎖したため、イギリス軍は孤立し、10月19日には、イギリス軍のコーンウォリス将軍が降伏した。アメリカ合衆国の独立がなった。その後、ドクラスは、セントキッツ島の海戦では、フット帝督に敗れた。さらに1782年4月、セインツの海戦で、ロドニー帝督に敗れ捕虜となった。 数ヶ月後帰国を許され、正当化の微暴録を出版したが、1784年には、軍法会議にかけられた。ドグラスは1788年に死んだ。ドグラスの息子、アレクサンドル・フランソワ・オーギスト・ドグラスは1840年に、未公開文書によるドグラス提徳の電気を出版した。ドグラス提徳が、アメリカ合衆国を助け、 イギリスからの独立を勝ち取ったことを記念する石踏みが、バージニア州バージニアビーチ、ストーリートリデのヘンリー・ミサキ記念公園にある。石踏みは、国立公園局の植民地、国立歴史公園によって管理されている。フランス海軍には、ドグラスにちなんで名付けられた艦船が2隻ある。アメリカ海軍には3隻ある。1920年代には、フランスの中型が洋商船。 ドグラスがあった。ありがとうございます。